エコパを舞台に行われた選手権県大会決勝。3年ぶりの全国出場を狙う藤枝明誠と7年ぶりの県制覇を目指す常葉橘が対戦しました。試合は序盤から明誠ペース。前半4分には10番小林がシュート。さらに9分にはコーナーキックのチャンスに4番大坪がヘディングシュート。しかしこれは惜しくもポストに阻まれゴールなりません。39分には明誠得意の素早いパス回しから10番小林がシュート。しかしこれもクロスバーの上。前半を終えて両チーム無得点。ハーフタイム、ロッカールームで両チームが気合を入れ直します。後半、これまで防戦一方だった橘にチャンスが訪れます。33分、10番島田のパスを11番途中出場の前田がヘディングシュート。しかしこれはゴールラインギリギリで明誠ディフェンスがクリア。試合は0対0のまま延長戦でも決着がつかず、勝負の行方は PK 戦へ。 PK 戦、両チーム1人ずつ外して迎えた2人目。対する立花はその後全員が成功し、5人目筒井。さあ決めた。2度目の全国出場。3年ぶりの全国を目指した藤枝明誠、夢は叶わず。内容的には自分たちのサッカーできたと思いますけど、やっぱ自分たちが欲しかった点っていうのが取れなかったのが一番心残りですね。もちろんそのまま自分たちのサッカーを貫いてほしいですし、やっぱ静岡ってサッカー王国ですので、やっぱそういう部分でもしっかりまた全国のてっぺんを目指してやってほしいですね。そして2試合連続の PK 戦を制した常葉橘、7年ぶり2度目の全国切符を手にしました。本当周りに助けられて優勝できて本当にです、はい、自分たち県内無視点で来てるので、このサッカー貫いて、橘のサッカー貫いて全国大会どこまでできるかっていうのが本当に試してみたい、楽しみな場なので、県大会同様戦っていきたいなと思ってます。